皆さんこんにちは。今日は7月11日の雲の塾通信をお送りしています。今日はですね、中国に、企業が儲かるのでのめり込む一方、中国の政治絡みの不安があるという、そういう話ですね。で、中国を無視できない、でそういうこうものを考えさせられる記事です。でこれはですね、6月10日のエコノミストの昨日に引き続き、今日2日目です。外国人は万里の長城の中に駆け込んでいる。グローバリゼーションは中国を変えることを意味していた。だが中国はグローバリゼーションを変えているということですね。で早速中に、2日目の中に入っていきます。中国人の役人はこうしたビジネスマンが中国でのビジネスは大変だと不満を言っていることを冷静に聞いていて、中国がなぜ外国企業の求める改革に耳を貸す必要があるのか疑問に思っている。というのは、同じ西欧企業の人たちが新たな投資をしているからだ。いくつかの主要のヨーロッパの企業はアメリカから工場を移動してきて、センシティブな技術に関してアメリカの輸出管理に対応することによって、企業中国の消費者の要求に合わせることができるということを中国の役人は観察している。だから工場をテスラみたいに中国に持ってきて、中国の好みに合わせてやると。でアメリカのその輸出管理、アメリカから物を輸出するんじゃなくて工場そのものを持ってきちゃうということですね。非公式にヨーロッパの経営者は市場開拓する上での自己の利益を中国に説得するときに、ますますその影響力を失ってきていることを認識している。これはどういうことかというと、ヨーロッパの企業が中国に出たときに自分との利益を確保するとか技術を守るとかいうことがだんだん難しくなってきている、政府の関与がひどくなってきているということだと思います。ヨーロッパにおける中国企業のビジネスに対して、今度ヨーロッパですね、ヨーロッパにおける企業、中国企業のビジネスに対して、ますます規制をしてきているが、それは当初規制するメカニズムとか規則であり、中国政府がかなり助成している炭素集約型のプロジェクトとか、企業に対して新たな費用というか税金ですね、費用を課すことになるだろうと。中国は外国企業を選別している。最も好ましい企業は、中国が自ら作ることができない商品、例えばハイテクの化学品、産業機械であり、そうした製品には専門業者を呼び込むことになる。そうした企業は優遇される。彼らは全額収支の子会社が認められ、企業機密が保護され、役所は競合との関わりを保護してくれる。これはちょっと最初だけですね。テスラも行くときはよかったけど、だんだんやっぱりその中国政府の締め付けがひどくなってきているということですね。低価格の商品を提供している企業が派手なヨーロッパの車のような中国人が好む商品を作っている。中国は中国でそうした商品を作っている限り、そうしたことに寛容で、中国の労働者と部品を利用していて現地で税金を払っているからだ。そうしたことで利益を出すことができる。というのはそうなんですけど、その結局欧米企業が中国で安定してくると、そこからそのなんていうかな、悪代官みたいなもんですね。また利益を巻き上げようと中国政府はしてくるんですね。多国籍企業によっては中国での収益の半分を稼いでいる。しかしこうしたことは彼らが全ての業務を中国国内で行っているからだ。中国は西側諸国で作られた輸出品にとって市場として特に重要ではない。例えば EU は中国よりもイギリスで物を売っていると。特にコロナの時には外国人のスタッフを中国に連れてくることは難しくなってきていた。雇用の現地化はいい考えだ。二流の海外の人材はあまりの長い間労せずしていた特権に甘んじてきた。しかし中国では愛国主義が外国企業に対して怒りを向ける時があり、現地化はリスクが伴う。中国の経営者によっては停滞した改革に対して政府の肩を持ったりしていて、もしくは香港や新疆の弾圧のような政治問題に加担している。ある者は西側の政治を無視している。この国を多国籍化する。西側諸国の経営者たちは市場のフィジビリティスタディのようなことに対して心配してきた。現在彼らは新たな哲学的な問題に取り組まなければならない。彼らの企業はグローバルな株主への収益を作るために中国人のビジネス、ますます少ない外国人の採用を行って、中国での業務を本当に求めているのだろうか。そうした企業が西側諸国の政府に助けを求めたときに協力的になるのだろうか。ならないでしょうね。
経験のある経営者は否定的だ。リスクへの重みが重みづけがある。母国にいないリスクと母国にいるリスク。一方で大衆の意見として中国を厳格な独裁主義とみなした敵意がある。多角経営は経済的に見合わないし、またそうなっていない。そうなっている。しかし政治では世界は中国を切り離している。これディカップリング、英語ね。そうしたことは永続的に続くだろう。だからまあ大変ですよね。だから回答のない、利益は出てるけども保証されないというね。まあだけどそのリスクを抱えながらやっぱり利益は出てるけれども、博打としてはその収益率が高いから、まあ、やってるようなとこあるんじゃないですかね。だからどっかでダメになったらもう撤退するみたいなことじゃないですかね、企業の経営者判断としては。